はい、どうも、お疲れ様です。10月12日の相場解説になります。朝6時ですね。えっとね、FOMC がつい2時間3時間前にスタートしたというかね、あの、終わってと言いますか、どういうことかわかりませんけども、まあ、発表があって、議事趣旨が出まして、米国の株式市場は上昇したというニュースが入ってまいりました。これがだからね、20分ほど前のニュースですね。 はいそれでですね、えー、とグルブルームバーグの方ですけどもこのように出ております FOMC の議事趣旨高水準の政策金利当面維持が必要と判断したということでございます記事の方は無料記事なんでね読んでいただければと思いますけどもこれも3時間ほど前に出ております それを踏まえてなんですけども、多分この効果が出るのがね、我々日本市場が開いてから9時以降になると思いますので、9時から10時、場合によっては10時半ぐらいまでは注視した方がいいと思いますけども、とりあえず今の時点で分かることを、うん、このテクニカル的に追っていきますね。えテクニカル的に追っていくのは、まずね、これです。2日前のローソク足なんですけども、お話したように迷いのサインが出ているっていうのは、何度もお伝えした通りでございます。 その次に迷いを打ち消すように上の方にズバーンと跳ねたのが昨日ですよね。で、今日はまだ形成中なんでわかりませんけども、薄っぺらい陰線みたいなのが出ております。これはあんまり気にしなくていいです。えー、問題は、あと、一時期の下落みたいな形をね、踏みとどまって、これから上に向かっていく、テクニカルの方向に回復していくっていう確率が非常に高いってことですよね。 で下ヒげがここにね大きく出てますけどもこれは介入があったんだろうとされているつまり介入の影響は限定的だったってことがまたねここでも言えるんじゃないかなってことです、えー、それが東を見てわかることですよね、えー、次ですけども4時間軸でございます4時間軸ってのはおおむね見ると,、えー、とこの何ですか介入があったとされているところから、まあ、徐々に横ばいの形にはなってきました こういった価格帯をつけて、ね、148円の半ばから149円、えー、1020っていうところまであのこの幅を作ってきたわけなんですけどもこれからこれがどのように動いていくかなんですけどもおそらく上昇に向かっていくんではないかなっていうふうに捉えられるのが冷やしという時間を見ての。 展開になりますかねただこれに対して FOMC がどう絡んでくるのかってことをちょっと9時以降10時もしくは10時半まで見ていきましょうっていうことを先ほどお話し,しましたんで、えー、いきなりねポジションを取っていきましょうとか方針を決めましょうって話にはなりませんやっぱり日本市場が相手の FOMC の変化がどのように、えー、この市場に与えられるかってことを見てかなきゃいけませんからねで私たちの勝負する1時間軸なんですけどもいかがでしょうか 前回お話した通りなんですけどもボラティリティがこう収まってきている下からもうこういうふうに収まってきている中でのこのブレイクが起きたと判断したら上の方に跳ねていってこれが以前もお話した通りこの上昇トレンドに形作られていく可能性は非常に強いよねってことになりますとりあえずネックラインのこちらの値動きを超えたというところはありますね。 で、次に超えるべきネックラインはおそらくここなんじゃないかなと思いますけども、これはちょっとね、細かすぎますかね。まあ、ここを超えれば上昇の形ってのは150円に向かっていくよってことになると思います。そのような見解で組み立てていって、はい、繰り返しますけども、9時から日本市場空いてですね、10時から10時半ぐらいまでは最大見ていきたいなっていうのが FOMC の影響です。前回みたいにね、 ほぼ影響がありませんでしたっていうおチもあると思いますけども今回はねどうなるんでしょうかねってことですよね興味深いといころでございますえそれでは今回は以上です